か、か、か、ホコは、敵を打ち据える動作によって殺傷するのに適した、穂先を持つ、古代東アジアのピッケル状のながらぶき、長兵である。ホコの枠具を与えられている字には、ホコもあるが、ホコでは、金属製の穂先を槍と同様にガラッと水平に、取り付けるのに対し、かでは穂先を、柄の先端に垂直に取り付け、前後に刃を備える。ただ、 日本の歴史時代に実用の武器として用いられたのは、北古の型のみであるため、日本語文献資料で北古とある場合、通常は、かではなく、ほこである。そのため、歴史学用語としては、訓読みするより音読みの、かで読まれることが多い。戦争を、感化を交えるという表現する。仏教では、陛下無用という言葉があり、これは、兵が、軍隊。 かがぶきを意味している。また、戦、武という漢字にもかが入っている等から、古代では、兵器としての代名詞となっていたことが伺える。かの穂先はその歴史の大半で、制銅性であったが、後世の戦国時代以降には一部鉄性も現れた。制銅性の矛を、あえて銅かと呼ぶこともある。本校の写真の右側の、茎、中語にあたる、苗の部分を、 竹や木製の柄に開けた穴に差し込み、穂先の穴、線に通した紐で縛って固定した。洗車線などで引っ掛けながら切る鋭い刃がついたものと、断面型が、方形に近い打撃武器的なものが存在した。中原から中国東北部、朝鮮半島に広まった矛は、刃が手元に向かって湾曲したこと、内の部分が縮小体化する一方、刃身は大きく幅広となり、 ちょうど矛を奥の字に曲げたような姿に変化した。日本で出土する矛もこの形態に準じる。弥生時代に伝来し、当初は実用の武器であったと考えられるが、次第に細具としての用途が主となり、銅鐸のように象徴的意義を追求して、実用には適さないへ、巨大化していき、弥生時代の末期まで用いられた。どうか、鉄火のほか、白来の金属剣をかたどった、石券同様、 石化も発見されている。歯がこのような形状で柄に取り付けられていたのは、後に中華世界を形成する東アジアの都市国家世界での貴族選手間で戦われた戦車戦が接近戦、白兵戦の段階に達した戦局において、こうした形状の白兵戦用武器が適していたためで、ある。両手で柄を持って持ち、戦車同士がすれ違う時に敵に打ち込んで、 突き刺したり戦車から転落させる、引っ掛けて首などを切るといった用法で戦った。戦車戦においては、矛のような突く武器よりも、かのような切りつける武器の方が命中の確率や、打ち合いによる防御性が高く、戦車の突撃力によって武器を敵に撃ち込んだ時の衝撃が、不安定な失踪する戦車の上に立っている使用者を、戦車から突き落とす危険が少なかったからである。 この衝撃はむしろ、切りつけられた敵戦士の体の上を、矛の歯が滑っていくように働き、効果的に敵戦士の体に切り傷を与えることができた。こうした歯の機能は、週以降の矛において、内側の歯に滑らかな曲線が用いられることで、さらに著しく効果的になっている。当時の戦車は、英語で言うタンクではなく、 チャリオットと呼ばれる二輪の軽快な馬車であった。馬は二頭程度で、貴族戦士は三人乗車し、そこに矛などを持った徒歩の重卒が数人従って、一つの戦闘単位を成した。中央に、御車が立ち、左側では、戦闘単位の指揮官である、車左が、戦闘式と弓矢による遠方からの射撃戦を担当。右側では顔を携えた戦士、車右が控え、接近戦。 白兵戦に備える。この戦車が車左の指揮を受けながら、魚車の操作により、戦場を敷くし、車左自ら旧車による射撃戦を行いつつ、白兵戦にも連れ込んだ時点で、二台がすれ違って、車右同士が矛で切り、結び合う、あるいは敵の戦車に追いすがり、車左や魚車に矛の斬撃を加える。こうした戦術は、 不安定な戦車場で立った状態での乗車、休日、走車術、すれ違いざまの保護による切り合いのいずれをとっても、日常の高度な訓練を必要とし、労働時間に変えてこうした戦闘訓練に専念できる都市国家社会に訓練する貴族階級でなければ、身につけることは困難なものばかりであった。しかし、東アジアの都市国家間の戦闘では、 古代ギリシアのポリス社会と異なってそれほど大規模な不評動員もできず、小規模な不評集団は、戦車戦に熟達した貴族戦士に容易に圧倒された。そのため、馬と戦車自体の大きさや速度による精神的威圧効果、熟達した遠方からの弓矢による射撃、接近時の保護による白兵戦という三つの特性を持つ戦車は、最も強力な戦闘力であった。 しかし、新石器時代以来続いた、陰、青州、春秋時代といった都市国家の時代から、鉄器による農地開発が進んで人口が増加し、領域国家が形成されるようになった、戦国時代になると、戦場に動員される兵士数は激増し、平民出身の不評が重要な役割を果たすようになった。こうして、戦や都市国家の貴族戦士の戦場での役割は、 重要度を失っていった。さらに、機動戦を担当する高度な戦闘技術を持つ上級戦士の兵士は、戦車戦に熟達した都市国家の貴族戦士よりも、機動力に富んだ新式の騎兵戦闘技術を北方遊牧民から習得し、領域国家となった大国の政府に要請された、武漢的エリート戦士たちに強く期待されるようになっていった。こうした変化は、 春秋時代までは小都市国家が大国に征服されても都市貴族支配のまま温存されていたのが戦国時代になると次々に取り潰され大国の中央政府から派遣された役人に直接統治される県と呼ばれる行政組織に組み替えられていった現象を結びついている。騎兵は一組の陣馬のみで、軌道行動、弓矢による遠方からの射撃戦、矛や刀剣による 白兵戦のいずれもこなせ、複雑な地形をものともしない。しかも、戦車は騎兵に比べ、機動力が低く、小回りが効かず、一つの戦闘単位あたりの戦闘効果も劣り、製造費や維持費が高かった。また戦車は、一台の戦闘単位あたり二等以上もの、高価な軍馬と、三人もの高い社会的地位を、保証しなければならない、貴族戦士。 さらにこれを援護する数名の不標重卒を必要とする非効率性といった弱を抱えていた。中華世界を長期にわたって統一し続け、熟練した騎馬戦士の本家本元たる北方の遊牧国家の強度との首都を長期にわたって演じた。前漢の時代になると、騎兵が本格的に運用されるようになり、戦車の重要度は低下し、戦車専用の武器として発達した矛も、 同様に捨てれていった。ただし、不評用の武器の一つとしては、柄の短いものがしばらく余命を保つことになり、またかと矛を組み合わせた矛も開発されて不評に用いられた。関西の画像石には、しばしば片手に盾を、もう片方の手に矛を持って戦う、不評集団の姿が刻像をされている。勘下の勘とは、盾のことである。この時代の兵士は、 この絵など一部エリートを除いて、農民や職人などを有事の都度重宝した動員兵が体であった。彼らには、闘争よりも、日常使い慣れたクワやカマやついに近い動作で扱える矛の方が適していたであろう。また、戦車より、機動力、攻撃力に優れた機兵が、本格的に運用されるようになっても、戦車は防御力、輸送力、 突進力の高さや目立つことを生かして使われている。全艦以降も戦車は主に指揮官用、輸送用、防御用に用いられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。